ゴーカーチャンネル。本当はね、アイドリングストップに入ってほしいんですが、今日はなかなかアイドリングストップに入ってくれませんね。で、まあもちろん当たり前ですが、オートホールド機能付きもついてまして、パーキングブレーキも電気式ですから、そのあたりの利便性っていうのは非常に、ありますね。ここも橋の継ぎ目がありますが、いい感じで越えてきますね。もう一回ちょっとスポーツにして、ちょっとこのあえて低いギアで、音を聞いてもらいましょう。今ぐらいの速度じゃやっぱあんまり横傾きが大きいか小さいかっていうのは分かんないですね。あとで、まあ15キロぐらいでどれぐらい分かるか分かりませんが、一回スポーツとコンフォートにした時に車の揺れがどれぐらい違うかっていうのはお見せしようと思います。はい、ではまた最近やっているですね、15キロから20キロぐらいで走って、揺れがどんなものかというのをちょっとやってみましょう。で、今回この車はコンフォートモードとスポーツモードがありますので、一回両方でやってみましょう。まずコンフォートモードです。揺すってみます。あ、でもやっぱり私が今まで乗った SUV の中では割と揺れは少ない方かもしれませんね。今はでもコンフォートだったんですよ。コンフォートでこんなもん、もう一回やってみましょうね。こんなにでも違うもんなんですね。もっともっと中に乗っている私なんかが大きく揺すられるような車も結構あるんですけれども、そんなことがありません。じゃあ今度はスポーツモードにしてみましょう。スポーツモードで、ダンパーがより引き締められた状態でいってみます。同じぐらいの速度でいきます。まあ気持ちやっぱりロールが抑えられたような感じしますね。走りながらやった方が分かりやすいかな。コンフォートにしたりスポーツにしたりしてみましょうか。今もう一回コンフォートに戻します。コンフォートで時速15キロぐらいでいきます。これコンフォートの状態です今。でここからスポーツに変えます。今スポーツに変えました。まあこうやってしてみるとあんまり変わらないかなっていう気がしますが、まあでもどちらにしても SUV の中では割と、横傾きは抑えられている方なのかなという印象があります。ちなみにわざとマニュアルモードにして、ここら辺が4000回転ぐらいです。今4000回転超えてます。4200回転ぐらいですね。とってもこう澄んだ音が聞こえてきて、まあいかにもエンジン屋さんのエンジンだなというようなフィーリングはディーゼルエンジンでもしっかり感じることできますね。やっぱ BMW はこういうところはいつの時代も魅力的なもんですね。特に、得意とするシルキー6と今はもうあまり言わないかもしれませんが、滑らかな回転フィール、とても気持ちいいもんだと思います。スポーツモードの時にはアイドリングストップには入らないみたいですね。アクセルをそうですね、4分の、まあ、3分の1ぐらいですかね、踏んだだけでぐいぐい加速していくっていうのはこう運転も楽でしょうね。加速の時などもちょっと踏み出せばスッとこう思ったと通りの速度になるというのは、この 2.2 トン級の、車を走らせるのには
とってもマッチングのいいパワーユニットだと思います。ただ一つ、これはもう前から言ってることなんですが、このシフトレバーが電気式で、まあいいんですけれども、こう、軽いんですね。で、まあ、この車の場合はパドルシフトがあるからパドルシフトで操作しろよと言われるのかもしれませんけれども、これでマニュアル風にやった時にですね、まあ今なんかはこういいんですが、手前にやるときにですよ、こう奥にやるときにですね、意外にこう、今もニュートラルに入っちゃったんですが、何か押す場合にですね、違う方に入っちゃう可能性があるんですね。私結構あるんです。他の BMW 乗った時もそうだったんですが、まあこれも慣れというところもあるのかもしれませんけれども、もう少しこのシフトレバーに剛性感を持たせるのか、した方がいいんじゃないかなという気はしますね。まあパドルで操作すればそこは問題ないといえば問題ないのかもしれませんけれども、ちなみにこれは一回左側の方にすると、S レンジに入りまして、自動変速で割と引っ張り気味の、モードに入ります。一回それで行ってみましょうか。まあ引っ張り気味ですね。今だいたい一番回ったところで4000回転ぐらいなんですけれども、まあこの車でね、あんまりスポーティーというようなところではないのかもしれませんが、結構いい音が聞こえてくるもんですから、ちょっとエンジン回してみたいなというような、気にさせるところっていうのはまさに BMW らしい部分というような気もします。で、まあ、今回の試乗ではレポートはなかなかできなかったんですけれども、先進運転支援もしっかりついていまして、ステアリングのアシストもする ACC がしっかりついています。で、まあ、こういうのはこれはもう3シリーズとか他の車でもご紹介しましたけれども、白線をしっかり読んでですね、それに合わせてうまくステアリングを車の方からアシストしていくというような機能はしっかりついています。これはね、一回またじっくり乗ってみたいなという気はしますけれどもね、特にこの6気筒のディーゼルを高速道路で乗ると、またどんなフィーリングかっていうのも一つお話ししたいなという気はしています。まあ今はずっとこう乗ってて思ったのは、ブレーキのフィーリングはもうしっかり効いて、こういうこんなに2トンを超えるような車で、中にはですねブレーキが非常に頼りないような車もあるんですが、この車はそんな心配はありません。で、背が高いですから、もっとブレーキを踏むとノーズダイブが起きるかなと思ったんですけれども、もちろん普通のセダンに比べれば起きるんですが、 SUV の中では割と抑えられている方かなという印象がありますね。まあ、こういうところはさすが BMW かなという感じがしますね。いやー、こんな車なんですけどね、どうしてもこうスポーティーに走りたくなるような、気にさせるというのはやっぱり BMW の一つの、特徴でもあるのかなというふうに思いました。はい、BMW の X5 の6気筒のディーゼルですね、試乗をしてまいりました。いやー、大きいんですけどね、見るとでかいんですが、乗ってみるとそうでもないというのが、まあ歴代の X5 確かにそうだなという気はするんですけれども、なかなか乗ってて楽しいし、まあ音、特に音の演出ですかね、まあこれは BMW らしいところですが、そういうところが良かったなというふうに思いました。で、まあレポートの中でも申し上げましたけれども、これはブリヂストンのアレンザというタイヤを履いてるんですね。で、タイヤサイズが先ほど申し上げた通り、275の45の20がフロント。で、リアが305の、どこでしたかね。ここですね、305の40の20というタイヤなんですが、今気づいたんですが、ランフラットタイヤなんですね。で、まあ昔 BMW がランフラットタイヤを
こう採用し始めた頃って本当に乗り心地がこういまいちで良くなかったですが、もうランフラットかどうかを忘れちゃうぐらい、乗り心地は非常に、良くなっていますね。まあ、これは BMW の、かなり息もかかっているというところはあると思うんですけれども、M スポーツという私は、まあ、いつもしつこく言ってるようですが、あまりその M スポーツは乗り心地が硬いので好きではなかったんですけれども、この車はそんなこともなくて、しなやかで気持ちよく、走っていく車だったと思います。それがなんていうとこの6気筒のディーゼルやっぱいいですね。もっとね5シリーズぐらいとかにも乗せてもらうとね、嬉しいんですが、ちょっととても買えないような車ばっかにこのエンジンがあるもんですから、もっと他の、モデルでも乗れたらいいなというふうに改めて思いました。気になる方は名古屋南 BMW ですね、ぜひお越しいただいて、試乗車があるかはご確認いただきたいですけれども、ご試乗いただければ幸いでございます。今回もゴーカーチャンネルをご覧いただきましてありがとうございました。